ロシオ広場の眺め。マリア二世国立劇場とペドロ四世像が立つロシオ広場は、ポルトガルリスボンにある広場。通称ペドロ四世広場の名前が広く知られている。バイシャポンバーリーナ地区にあり、中世からの歴史を持つ。かつては、民衆の反乱や祝祭、闘牛、公開処刑が行われた。現在は、リスボン市民や観光客の好んで指定する。 待合場所となっている。広場の通称は、ポルトガル王ペドロ4世であり、後、ブラジル初代皇帝となった、ペドロ1世にちなんでいる。サンジョルジェ城から麓へ、リスボンの人口が拡大した13世紀から14世紀に、かけ、ロシオは重要な場所となった。ロシオとは、コポルトガル語で、所有者のいない草原という意味である。1450年頃 エスタウス宮殿が迎賓館としてロシオ広場の北に建てられた。イタン新がポルトガルで拡大すると、エスタウス宮は宗教裁判所となり、ロシオは公開処刑の場所となった。ロシオ広場を描いた16世紀の地図。広場上左にエスタウス宮殿、右に広大なレアルデトードスオスサントス病院。 市の城壁と丘の上のカルモ修道院が確認できる1492年、ジョアン2世は、リスボン旧市街で重要な公共施設の一つ、レアルデトードスオスサントス病院の建設を命じた。マヌエル1世地下の1504年に、病院は完成し、広場の東側ほとんどを占めた。古い絵画では、病院の横長の建物とファサードが確認できる。病院内の礼拝堂の入り口は、 ロシを広場に面し、壮麗なマニエリスムのファサードを持っていた。広場の北東部分近くに、18世紀初頭の赤いファサードを持つアルマダス宮殿に接したサンドミンゴ広場があった。1640年には、このアルマダス宮殿は、スペイン支配に抵抗するポルトガル貴族らの溜まり場で、彼らがポルトガル再独立を導いた。このために、宮殿は通称で、 独立宮殿と呼ばれた。13世紀、ロシオ広場にドミニコ会派の修道院と付属の教会が建てられた。建物は1755年のリスボン地震で破壊され、バロック様式で建て直された。ファサードが小さなサンドミンゴ広場に面する。1755年のリスボン大地震後、バイシャポンバーリーナの再建と同時にロシオ広場のほとんどの建物が建て直された。 レアルデトードス・オス・サントス病院を含むほとんどの建物が崩壊したのである。独立宮殿のみが破滅的な地震から生き残った。ロシオ広場の再建は18世紀半ばに建築家エウジェニオ・ドス・サントスとカルル・シュマルデルの手で典型的なポンバル様式にする責任が果たされた。ポンバルの再建はバンデーラ・アーチから始まった。日本のまっすぐなアウレア通りとアウグスタ通りにより ロシオ広場はコメルシオ広場とつながった。1836年の大化の後、古いイタン新門の宮殿は崩壊した。作家アルメーダ・ガレットの功を表し、宮殿跡地に劇場が建てられた。1840年代、イタリア人建築家ホルトナートローディの設計で、ネオクラシカル様式のマリア二世国立劇場が建てられた。劇場の切り妻に、 ポルトガルルネサンス期の劇作家、ジル・ビセンテの像が立つ。皮肉なことに、ビセンテの劇作のいくつかは16世紀の異端神門を背景に書かれている。19世紀、ロシオ広場は、典型的なポルトガル風モザイクの石畳が施され、フランスから輸入されたブロンズ製の噴水で飾られた。ペドロ4世像の立つ円柱が据えられたのは1874年である。 この時、広場の名前はペドロ四世広場とされたが市民には受け入れられなかった。1886年から1887年、広場に別の目印が建てられた。鉄道のロシオ駅である。駅はジョゼルイス・モンテーロにより建てられ、リスボン市の重要な交通施設となった。駅は美しいネオマヌエリン様式のファサードを持ち、広場の北西に建つ。 ロシオ広場は一世紀の間、リスボン市民の待ち合わせ場所となってきた。詩人マヌエル・マリア・バルボサ・ドゥ・ボカージェが友人と会うのに使ったカフェ・ニコラなどカフェや店のいくつかは18世紀から営業している。他の伝統ある店にはパステラリアスイーサがあり、リスボンの定番の上流種ジンジーニャが味わえる。マリア二世国立劇場と広場北部の公共庭園は19世紀の 上流階級だけが入れる場所だった。現在、その二つは、リスボン市民と観光客に人気がある。ありがとうございます。